できなそうだね。はい。じゃあ次いきますよ。え、クラスメイトネーム、ゆうちゃんさんです。ありがとうございます。ゆうちゃん。あざゆうちゃん。え、かいさん、べしさん、もしいたら、寺島さん、堀江さん、だんだんグラール。だんだんグラール。年内で終了すると聞いて、初めてメールしました。もっともっと続けて欲しかったです。卒業式の後の人気、人気世代。 卒業式の後だってやっぱ体育館の表の方が人気じゃん <laughs>、うん。まあだ、ね、だし、卒業ちの方が人気だら体育館が出てきたじゃそうそうそう。うん、人気ないよね。人気ないからね。卒業式と人気って一緒だな、これ G は。<laughs> 俺のミスをそうしないでほしい。すごいね、いしい今の。で、は、す、い。うん、卒業式の後の人気のない体育館の裏という設定で、レグルスの聖杯を引き抜くので、思いっきりキュンキュンさせてください。いきますよ。お願いします。聖杯召喚 ああ、こんなところに呼び出してすいません。実は、あなたに伝えたいことがあって、何というか、その、今日で私たちは卒業で、別々の道を進むわけですが、その、私は、あなたを、つまり、あなたを、 これからもずっと見守っていたいのですダメですかこんなレグルスはないと思ったんですけど最後ちょっとこう勇気を振り絞ったバージョン的な言いましたねレグルスにもそういう時があるかもしれないというねあってほしいいざっていう時はちょっとこうちょっと裏があるのかなと思っちゃいますもんねでもすごい今紳士的でしたよねまっすぐな感じがしてね最後卒業ぐらいいいんじゃないですかこれはなるほどね卒業ぐらいねうんうん じゃあということで次いってみましょうはい、はい、えこちらクラスメイトネームクリアウォーターさんですねはいそんな水ありがとうございますカジ君ベシテラシーティーチャーこんばんはこんばんは<ー>寂しいですけど卒業ということで<ん>アルビレオの聖杯を抜きたいですい<に>きますよ聖杯召喚ん離れ離れになるなんて嫌だ そうかじゃあお前が嫌と言いたくなるほど一緒にいてやろう俺の姫君今後ともよろしくなああ必ず永久就職させようしますねやっぱみんなそういうことなんですねそうなん卒業はするけどもお前からは私俺からはっていうことなんとなるほどそういうのがいいんですね女子はねえ すごいデータ集計できるのどういうのがいいのか分かりやすいなるほどねなるほどねじゃあ続きましょうクラスメイトネームルカさんありがとうございますカチカチベシベシしてらしいティーチャー旦那どうもどうも最後のテーマとしてふさわしい「卒業」というテーマということで北斗に言ってほしい言葉を考えてみました卒業を悲しんでいる彼女へ向けてうん 聖杯召喚お前なんて顔してるんだ別に全てが終わるってわけじゃないだろそれに終わりは始まりでもあるしなだからほらそんな顔しないで笑えよ お前向きだそういう笑いでいいの笑ったらいいと思うよおいすごいろ々ねこじ開けるぞお前の心の扉をこじ開けるぞマジかやめて終わりは始まりなんですねそうですねうんそうでございますかいやなんかすごいあれ大丈夫ですよ大丈夫ですよすらしいじゃあ次にね堀江さんよろしくお願いしますあ僕でございますねクラスメイトネーム 元ジョベのおにぎりさんから頂きましたありがとうございますダンダンどうもダンンどうもこのラジオが年内で終了と聞いてとても悲しくなりましたしかしグラールが終わるわけではないので泣きません涙がこぼれたとしてもそれは汗です今回初めてこのコーナーに送ります選ばれていたら嬉しいです選ばれた。ナイルの聖杯を引き抜かせていただきますお願いしますということでよろしいですか聖杯召喚 泣いてるのあもらった紅白まんじゅう俺の分もあげるからさうんん悲しいの悲しいの飛んでけうんも笑った乗る時はやる男ですねナイルさんコミュニケーションですからお

いやお姉さんいるとやっぱ違いますねすごいねいいなキレが違うぶっこうねズバズバ切れてますねそうですかありがとうございますはいというわけでええたくさんのメールありがとうございました以上いきなり正反囲召喚でした